もちろん俺とソニアさんは覗いてですよ。ソーダ君の言う通り、確かに私たちはずっと騙されっぱなしだったよね。でもね、私はまた騙されたとしてもやっぱりみんなを信じたいんだよね。何度騙されたとしても、それでも私はみんなのことを信じたいんだよね。俺だって犯人なんていねえって思いてえけどよ、やっぱ自殺はありえねえだろ。本当にそうかな。けどよ、おめえも言ったじゃねえかよ、あの状況で自分で槍を刺すのは無理だって。難しいとは言ったけど、無理だなんて言ってないよ。あの槍を自分に刺す方法ならなんかありそうな気がする。どんな方法だよ。それはわからない。わかんねえのかよ。私一人じゃ無理だからさ、みんなで力を合わせて考えてみようよ。今までだってそうやって乗り越えてきたんだし。みんなで力を合わせて。よし、やってみよう。君はどうやって自分に槍を刺したのか、みんなで協力して考えてみよう。槍が駒枝さんに刺さった時、右手はナイフで塞がっていたのですよね。動かせたのは左手だけか。けどその左手も縛られてたぞ。だったら左手も除外か。すると残る可能性は歯を使ったか、それか尻尾を使ったとか。男には握られると硬くなる尻尾があるんだ。いきなり何を言うのですか。エルソニアさんも最高っすね。自分に槍を刺したのか、みんなで協力して考えてみよう。槍が駒枝さんに刺さった時、右手はナイフで塞がっていたのですよね。動かせたのは左手だけか。けどその左手も縛られてたぞ。だったら左手も除外か。それは違うぞ。待ってくれ、まだ左手の可能性を除外するのは早いぞ。どうしてだよ。だって左手は縛られてたんだぞ。ただあの左手にはちょっと気になるところがあったんだ。手のひらの血痕なんだけど、なんだか妙な血痕だと思わなかったか。血痕が付着してるのは手のひらの下の部分だけで、そこから先が不自然に途切れてたよな。
血が飛び散った時そこまでしか届かなかっただけだろ。手のひらの血痕の説明はそれで済むかもしれないけど、不自然な血痕はそれだけじゃないんだよ。ほら、手の裏の指の第二関節あたりにも血がついてるんだよね。確かに不自然な血痕だけどさ、それが何だってんだ。ちょっと想像力を働かせて考えてみる必要があるかもね。手のひらと手の甲にあんな風に血がつくってことは、血が飛んだ時の左手はどんな状態だったのかな。そうか、血が飛び散った時あいつの左手は握られてたんだろうな。だから手のひらと手の甲にあんな不自然な形の血痕が残ったんだろう。まさか自分の尻尾。そうじゃなくって、槍を握ってたに決まってるじゃないですか。そういえば駒枝君の左腕って他に比べて傷が浅かったよね。槍を握る握力を残しておくためにわざと傷を浅くしておいたのかもしれないよね。けど縛られた左手で槍を握ったところで自分に刺すのは無理だぞ。なあ、ナナミはどう思う？おい、まさか眠くなったりしてないよな。こういう時はいい角度から叩けばいいんだよ。古いテレビと同じだ。あ、ひらめいた。え、マジで？やっぱり駒枝くんが槍を握ってたのは間違いないと思う。ただしその槍のどの部分を握ってたかが重要だったんだよ。そうか、そうか、駒枝は槍の柄の部分じゃなくてそこから伸びた鞭の部分を握ってたんじゃないか。鞭の先端に鉄の粉銅がついてたんだけど、血痕はあそこにも付着してたんだ。しかも粉銅と鞭の継ぎ目の部分だけが途切れるような形の血痕だった。その途切れた部分の大きさってさ、ちょうど人の拳ぐらいの大きさじゃなかった？ああ、そっか。駒枝が左手で握ってたのがこの部分だったんだな。そんで本来はこの部分につくはずの血が駒枝の左手の方についちまったんだ。で、どうして槍のどの部分を握ってたかが重要なんだ。鞭の先端を握って槍を振り回して自分に刺したとか言わねえだろうな。そこに全ての謎を解く手がかりがあるのですよね。そうですよね、ナナミさん。すみません、そんなに都合よくポンポン謎が解けたりしませんよね。詰まってしまったようですし、ティータイムにでもしましょうか。むしろこういう時はいきなり結果を求めないでその一歩手前から考えてみる作戦でどうだろう。長い作戦名だな。一歩手前というのはどういう意味ですか？まず駒枝君に刺さる直前の槍がどこにどういう状態であったのかを考えてみるんだよ。どういう状態って
には繋がった。仰向けの駒枝に刺さった槍はその直前駒枝の真上で垂直になってたはずだ。垂直空中にか。駒枝さんが一人でそれをやったとなると、だったらすごいけど、多分彼の真上にあった天井の梁を使ったんだと思う。おそらく駒枝は天井の梁に鞭を引っ掛け、そこを支点とすることで槍を自分の真上まで引っ張り上げたんだ。その状態で手を離せば槍は真下で仰向けになっている駒枝に突き刺さるはずだ。天井の梁にうっすら赤い線が残ってたのが見えたけど、あれはその仕掛けの時についたものなんだね。鞭の部分についてた血痕が天井の梁を通過した時についたんだろうな。どうだ、この方法を使えば駒枝が自分で自分に槍を刺すことは可能なはずだぞ。マジかよ、本当にそんな方法で自殺したのか。むしろそんな方法で自殺するためにあの槍を凶器に選んだんじゃないかな。あれが他殺だったらわざわざあんな槍を使う必要なんてないもんね。俺も今回の事件を調べてる時に何度も疑問に思ってたんだ。どうして犯人はナイフと槍を使い分けたんだろうって。そのトリックを成立させるためにはその槍である必要があったからって。じゃあマジなのかよ、あいつが自殺ってのはマジなのかよ。あの全身の傷も全部あいつが自分でやったことだったのかよ。しかも槍を握ったままですよね。致命傷になった槍は最後に駒枝さんに刺さったはずですから。駒枝さんは槍を握ったまま自分の全身を傷つけていったということですよね。口のガムテープも自分で貼ったのか。痛みで声を上げてみんなに気づかれないために自分で自分の口を塞いでおいたんだろうね。そこまでするのかよ、狂ってるってレベルじゃねえぞ。どうしてそこまでできんだよ。きっと俺たちを間違えさせるためだ。自殺とは思えない自殺をすることで俺たちを間違った答えに誘導しようとしたんだ。あいつの目的は俺たち全員の処刑だったんだよ。そのために自分をめった刺しにしたってのか。そんなに俺らを全滅させたかったのかよ。異常だ、異常すぎるって。ああ、それが駒枝なんだよ。わからないことがあります。彼は裏切り者をあぶり出すとおっしゃっていましたよね。あの件はどうなってしまったのでしょう。あいつはきっと俺らごと裏切り者を殺すつもりだったんですよ。でしたらなぜ最初からそうしなかったのでしょう。全員まとめてでいいのなら
あんな爆弾騒ぎで裏切り者を暴こうとしなくたって。むしろあの爆弾騒ぎ自体がこのトリックの布石だったのかもな。あそこで俺らに手分けして爆弾を探させて、誰にもアリバイがねえ状況を仕立て上げたんだ。誰が狛江田を殺してもおかしくねえ状況を作り上げたんだよ。お互いを疑い合うように仕向けて、そんで自殺の真相を隠そうとしたんだな。それだけのためにあんな騒ぎを起こしたのですか？自分を痛めつけて殺しちまうような古代妄想野郎だ。